こんにちは。今日はこの綿の糸を使って春夏にぴったりなショールカーディガンを作っていきます。模様はこんな感じで、袖はこんな感じ。とっても可愛い袖になっています。ショールカーディガンというのはショールとカーディガンのいいところをミックスしたものです。ショールのように羽織れるカーディガンです。作り方はモモンガカーディガンと似ています。モモンガカーディガンやコクーンカーディガンはまず長方形を編んでいって、折りたたんでこの部分を縫い合わせて、ここに腕を通して袖を作ります。ただその時ここから袖を作るのでちょっと歪んだ形になります。で、前回私が作ったのはまっすぐに袖を作りたかったので、この部分をあらかじめないものとして、最初からこんな感じに編んでいきました。その後ここを縫い合わせてまっすぐの袖を作りました。これも綺麗な袖になっていいカーディガンになったと思います。今回作るものはそれをまた工夫して、最初からこの真ん中の部分だけ編んで、ここはなしにして、これを底のように考えて、ここからぐるぐると編んでいきます。で、ここに袖を作ります。これだとこの部分を縫い合わせなくても大丈夫です。縫い合わせる必要がなくて、このままぐるぐると編んでいくので、編みながら好みの長さにすることができます。ちょうど良くなったらストップします。とても面白くて新しい編み方なので、よかったら試してみてください。何かしら名前があった方が便利なので、今回はショールカーディガンという名前にしました。使う糸はダイソーさんのプリズムライン、色はベビーブルー、材質は綿とポリエステル、 30g で約69、使用かぎ針の目安は 7.5。 今回はこれを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。で、最初の鎖だけあれば少し太い10号を使います。なければ8号でちょっとゆったりと編んでいきます。で、この糸はこんな感じでところどころ色が混ざっています。で、太さは 1.5 ぐらいに見えるかと思います。さっきお伝えした通り、まずこの部分を編んでいきます。この部分はこの部分、この長さはご自身の腕のここら辺からゆったりと背中を通って、反対側のここぐらい、だいたい女性ものの M か L であれば110センチから120センチぐらいで大丈夫かと思います。今回春物ということで110センチ前後にしようかと思います。もし冬物にするのであれば少し長めにして、で、たっぷりとしたサイズにする方が暖かいと思います。で、鎖編んで模様編みをしていきます。模様編みをするので鎖の数は12の倍数プラス11。私は今回作り目155、12の倍数11にします。で、何段か編んでいって、この段数は4の倍数プラス1。
私は9段にします。細い糸で編む場合にはこの段数が増えます。で、4の倍数プラス1で、この部分が終わったら次に袖ぐりを編むんですが、その時にまた説明します。太い方の針を使って鎖を編んでいきます。で、なければ細い方の針を使って少し緩めに編んでいきます。このまま編んでいきます。鎖を編んできました。最後の鎖にマーカーをつけておきます。これが一番端になります。次は針を変えて細い方の針で長編み一つの代わりの鎖を3つ、1、2、3、針から戻って5つ目に長編みを1つ、1、2、3、4、5、ここに長編みをします。表でも裏でも大丈夫です。1、2、3、4、5、長編みをします。で、次も長編み、次もこのまま端まで長編みを続けます。端まで編んできました。次は2段目、鎖を3つ裏返します。次は V ステッチを編んでいきます。で、まず鎖の根元はここ、この次から数えます。1、2、ここに長編みを1つ、1、2、長編み、鎖、同じところに長編み、これで V ができました。次また V を作っていきます。今度は足元2つ飛ばして3つめ、1、2、3、長編み、鎖、長編み、で、次も足元2つ飛ばして3つ目、これを繰り返していきます。また1、2、3、これが最後の V になります。足元1つ飛ばして2つ目、2つ目はこの鎖になっています。この鎖の下から3つ目、1、2、3、このマーカーの次から数えます。1、2、3、ここに長編みをします。で、この時針を入れるのは上が2本の糸の下、こっちは1本で長編みをします。これで2段目が終わりました。次は3段目、鎖を3つ裏返します。この三角に針を入れて長編みをします。長編みを3つ、まず1つ、2つ、3つ、これを繰り返していきます。また長編みを3つ、
1、2、3で、また長編みを3つ、これを端まで繰り返していきます。ここまで編んでいきます。長編み3つずつ編んできました。また鎖の下から3つ目に長編みをします。これで3段目が終わりました。次は4段目。4段目は四角を編んでいきます。四角を編むときは鎖を4つ。裏返して、鎖の根元はここ。この次から数えて1、2。2つ目に長編みを1つ。これで四角ができました。次また四角を作っていきます。鎖一つ、足元1、2、次も1、2で、次も1、2で、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。ここにもう一つ四角を作ります。まず鎖を一つ、この鎖の下から三つ目、長編みをします。これでもう一つ四角ができました。この四段で一つの模様になっています。次はこの長編みだけの段を編んでいきます。同じなんですが、針を入れるところが少し違うので、もう少し編んでいきます。鎖を3つ、裏返して、この四角のこの部分、ここに針を入れて長編みをします。次は長編みの上、で、次またここ、ここがやりにくい時には四角の中に針を入れて長編みをしても大丈夫です。ただこっちの方が綺麗にできるかと思います。次は長編みの上、次は四角の上、次また長編みの上で、これで端まで編んでいきます。長編みだけを編んで端まで来ました。最後の方は少しややこしいんですが、この四角の中のここ、この部分をここに編みます。今編んだ長編みの隣、この鎖に長編みを一つ。これがこの分になります。一番端はまた長編み。この鎖の下から三つ目、これが一番端の長編みになります。これで5段目が終わりました。次はこの V のところ、同じように編んでいきます。次はこの長編み3つのところ、
次は四角で、また長編み繰り返していきます。これでしばらく編んでいきます。9段編んできました。一番上は長編みだけの段になっています。長さは約11センチ。次はここから鎖を編んで、こことつなげます。つないで輪を作ります。この輪を袖ぐりにします。今回私は鎖を18、鎖18編んで約22センチの袖ぐりにしていきます。この広さはご自身の腕が通るぐらいの広さにします。で、同じ糸で編む場合には鎖を18、違う糸で編む場合を見ていきます。この部分がここ、これから編む鎖を含めて輪を作って袖ぐりにします。袖を作るのにここから糸を出してきます。で、袖をこれまでと同じ模様で編むためにはここが6の倍数になるようにします。で、この長編み1つから2つ糸を出してきます。この長編みから2つ、この長編みの代わりの鎖からも2つ、この長編みから2つ、この鎖からも2つ。9段編んだので糸を出すのは全部で18。6の倍数にしたいので、例えば36にするときには鎖を18にすると全部で36で、6の倍数になります。で、こんな感じで決めていきます。大体の6の倍数を決めてみて逆算する方が楽かと思います。針を戻して、ここから鎖を18、鎖編みを18編んできました。最後の鎖にマーカーをつけておきます。これが最後の鎖で、ねじれていないか確かめてから1段目の長編み、この端に引き抜いてつなげます。これでつながりました。反対側も同じようにつなげます。で、ここで糸を切らずに反対側では新しい糸を持ってきてつなぎます。反対側も同じように鎖を編んでいきます。長編みの表を上にします。このマーカーのついているところは鎖の下から3つ目、下から3つ目に針を入れて新しい糸を引き出して鎖を18、鎖18編んだら角に引き抜きます。角は鎖、この長編みの隣の鎖、で引き抜いて、もう一回鎖を編むようにして糸を切ります。で、引き締めて、これでこっちも同じようにつながりました。ここから好みの大きさになるまでぐるぐると編んでいきます。で、ただ今まで表と裏、表と裏、表と裏と編んできたので、これからも揃えるために表と裏、表と裏と編んでいきます。今は
この長編みが表が上になっています。こっちも表が上、次はこれを裏返して、でここからスタートします。この糸が出ているところ、ここからこの模様を揃えたいので、次は V、 ここからスタートするので鎖の上に V を編んでいきます。 V を編んで一周します。針を戻します。糸が出ているところから V を編んでいきます。鎖を4つ、1、2、3、4、根元に長編みを1つ、これで V ができました。次も V を作っていきます。で次の鎖はここ、ここと次を飛ばします。1、2飛ばして3つ目、1、2、3で、この時針を入れるのは2本の糸の下、上が2本になるようにします。下は1本で、糸を引き出して長編み、鎖、同じところに長編みを編んで V を作ります。これで V、 次も同じように1、2、3、このまま端まで V を作っていきます。でこれは必要なくなるので外しておきます。でここまで編んでいきます。鎖の付け根まで来ました。また足元2つ飛ばして3つ目、ここになります。次は長い辺に移ります。ここでも同じように2つ飛ばして3つ目、でこの時下の V と同じラインにあるかを確認します。ここは端から1、2、3、ここも1、2、3、同じ列になっています。そうすると模様がずれていきません。このまま V を編んでいきます。1、2、3、で次も1、2、3で、このまま端まで続けていきます。ここら辺まで編んでいきます。角まで編んできました。ここでも足元2つ飛ばして3つ目に V を作ります。3つ目はこの最後の鎖、下から数えてみると18番目の鎖、ここが最後の鎖。今糸端が出ているのはここは引き抜いたところ、この手前、ここが最後の鎖。紛らわしい時は18数えていきます。続けていきます。1、2、3、
で、また上が2本 V を作ります。次も123で、このまま反対側まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。鎖の端まで来ました。残っている鎖は2つ、この1つ飛んで2つ目、ここに V を作ります。1、2、で V ができました。次から今までと同じように2つ飛ばして3つ目、この時またこの V が同じラインにあるかを確認します。端から1、2、3、こっちも1、2、3で、また同じように V を編んでいきます。次も足元2つ飛ばして3つ目、でこのまま V を編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜いてつなぎます。これでつながりました。次はこれを裏返して編んでいきます。で、模様をつなげていきたいので V の次には長編みを3つ、で、この V の中から長編みを3つ、ここから糸を出したいので針を入れて糸を出してきます。これをかぶせるようにして引き抜きます。これで三角から糸が出ました。鎖を3つ、これは長編み1つの代わりで、あと長編みを2つ、同じところ、これで鎖を含めて長編み3つ分、次は長編みを3つ、三角、で、次も長編みを3つ、で、ぐるっと編んでいきます。すべての V に長編みを3つずつ編んで1周します。長編み3つずつ編んできました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜いてつながりました。次は四角を編んでいきます。で、裏返して編んでいきます。で、ここから四角をいきなり編まないで、次のこの長編み3つの真ん中からスタートします。ここから四角を編んでいきます。で、真ん中から糸を出したいので
ここに引き抜きます。こことここに引き抜いて、真ん中から糸が出るようにします。このまま隣。ここに引き抜いて、もう一つ隣。これで真ん中から糸が出ました。ここから四角を作っていきます。鎖を4つ、で鎖の根元はここ、この次から数えて1、2、ここに長編みを編んで四角を作ります。これが一つ目の四角。次も四角を作っていきます。鎖1つ、1、2、長編み、次も で、このまま一周します。四角を編んでいる途中なんですが、この四角の時は下と同じ列になっていなくても大丈夫です。一個ずれていると思います。でずれていても大丈夫です。このまま一周編んでいきます。四角を編んで一周してきました。最初の鎖はここ、この間にあと2つ四角を作ります。まず鎖を1つ、で足元ここを飛ばしてここで長編みをします。でこのまま編むとちょっと穴が目立ったので、この下に針を入れて長編みをしようかと思います。穴が目立たなければそのままで大丈夫です。あともう1つ鎖、最初の鎖の下から3つ目、これで四角がつながりました。次は裏返して長編みを編んでいきます。でまず鎖を3つ、1、2、3、でこの向きに編んでいきます。まずこの四角の上のところ、次は長編みの上、次また四角、でまた長編みの上、これで一周します。長編みで一周してきました。最後はこの四角の上のところ、最後の長編み、最初の鎖の下から3つ目、引き抜きます。次はまた V ステッチを編んでいきます。裏返してここと同じように編んでいきます。鎖を4つ、1、2、3、4、同じところに長編み、これで V、 次も1、2、3で、これ以降は今までと同じです。 V の次は長編み3つ、次は四角、次は長編みだけ、これを繰り返していきます。で表裏表裏編んでいきます。でしばらく編んでいきます。本体を編んでいる途中なんですが、一旦本体を休んで袖を編んでいきます。この方が
残りの糸の量を見ながら本体を編んでいけるので、この方がいいかと思います。で、袖はこんな感じ、長さはこれぐらいになるかと思います。で、編み始める位置はこれはこの本体の始めたところがここから編んでいます。本体はここからで、同じところぐらいから袖も同じところぐらいから編んでいます。で、上下切るときには上下ないんですが、一応この位置を揃えて編み始めようかと思っています。こっちはここから始めているので、こっちもここら辺からスタートします。これから細編みを編んでいきます。まずこの長編みだけの段や長編み3つの段が表になっているようにします。角のこの部位のところから編み始めていきます。角の部位のところで新しい糸を引き出して鎖を一つ、根元に細編みを一つ、これが一つ目の細編みで、次はこの長編み一つの代わりの鎖が三つ、この鎖三つに細編みを二つ、まず一つ目、この糸端は編みくるんでいきます。1、2、次はこの長編み細編みを2つ、次はこの鎖3つ、次も2つ、次も2つ編んでいきます。 V のところまで来たら、こことこことここに細編みをします。まず V の付け根、次はこの鎖のところ細編みを2つ、次またこことこことここ、次またこことこことここ、これでスタートしたところまで編んでいきます。全部で36にします。細編みを編んだので、次は袖の2周目、2周目は四角を編んでいきます。鎖を4つ、裏返して内側から編んでいきます。鎖の根元はここ、隣から数えて1、2、四角を作ります。次も四角、で次も四角、ぐるっと一周します。で、引き抜いて次は長編み、次は V、 次は長編み3つ、次また四角、長編みだけ、次は V と編んでいきます。編む長さはこれは好みなんですが、私は四角から始めて V の2つ目、ここに V があって、次また V、ここで
終わるようにしました。ここで終わって縁の模様を編んでいきます。この長さは好みで長くしても短くしても大丈夫です。で袖を V のところまで編んでいきます。今最後の V を編んでいます。この最後の V だけは偶数にします。途中の V は偶数でも奇数でも大丈夫です。最後だけ偶数にします。もし奇数であればちょっとずらして V の数を一つ増やします。偶数になったら引き抜いて輪にします。これでつながりました。次はこの部分を編んでいきます。この長編みのところ外側から編んでいきます。で今引き抜いたところ、またこの三角から糸を出します。三角の中に針を入れて糸を出して引き抜いて、ここから鎖を一つ、細編みを一つ、一つ目にマーカーをつけておきます。次の三角、ここに長編みをします。長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み。これで長編みが4つ、スリットは3つ。スリットが3つできたら次の三角に細編み、こんな感じで編んでいきます。細編みの次はまた長編み、長編みを4つ、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖で長編み。これで長編みが4つ、スリットは3つで細編みをします。これを繰り返していきます。次も三角に長編み、これで長編みが4つ、スリットが3つ、細編み。これで一周します。長編み4つずつ編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次はこの部分を編んでいきます。今引き抜いた状態、このまま次の長編みに細編み、鎖を編まないでこのまま細編み、これが一つ目の細編み。この2本の糸をすくってマーカーをつけておきます。次はスリットに細編み。細編みをしていく場所は今まずこの長編みの上、次はスリット、
長編み、スリット、長編み、スリット、長編み。三つあるうちの真ん中のスリットには細編みを二つ。まず長編みの上、次はスリット、次は長編み、次はスリット。この真ん中のスリットには細編みを二つ。1、2、次は長編みの上、次はスリット、長編みの上で細編みが終わったら、この細編みに引き抜き編み、この細編みの上に針を入れて、これをかぶせるようにして引き抜きます。細編みを編んで引き抜き、また細編みを編んでいきます。さっきと同じように長編みの上に細編み、スリット、長編み、真ん中のスリットには細編みを2つ。1、2、長編みの上、スリット、長編みの上。この細編みには引き抜き編みで、こんな感じで編んでいきます。次また長編み、スリット、長編み、スリット、長編み、スリット、長編み、引き抜き編みで、これを繰り返して一周します。細編みを編んで一周してきました。最後に針で始末します。今糸が出ているのは最後の細編み。最初の細編みに手前から向こうに針を入れます。で、最後の細編みに戻ります。上から針を入れます。大きさを揃えます。で、裏でほどけないように糸を切ります。もう一方も同じように袖を作ります。袖ができたらまた本体を編んでいきます。脇の下から数えて29周編んできました。最後は V ステッチになっています。長さは半分に折った状態で、下から約40センチ。実際に腕を通してみて好みの長さになっているかを確認します。最後は袖と同じように縁を編んでいきます。で、表を上にして編んでいきます。で、またこの三角から糸を出します。鎖一つ、細編み、次の三角に長編みを4つ。長編みの間は鎖、これで長編み4つ、スリットは3つ。
次の三角に細編み。これで一周します。で、一周したらまた袖と同じように引き抜き編み、細編み、引き抜き編み、細編み。で、このスリットの真ん中は細編みを2つ。これで同じように一周します。とても素敵なショールカーディガンが出来上がりました。腕を通してみたんですが、体を締め付けることもなくて、とても気軽に羽織ることができます。本当にショールとカーディガンの良いところを合わせた感じです。縁編みなどは可愛い感じですが、全体的なシルエットはとてもシンプルで、着やすい感じになっています。サイズはこんな感じになりました。縦は84、横は126、袖は10センチの10センチ、使った糸は 490g、 玉の数でいうと17玉、糸はこれぐらい残りました。最後までご視聴ありがとうございました。